皆様こんばんは、いちたまです。今日もまたドラえさんにお伺いしております。はい、ということで今回は1000名登録者記念ということでプレゼントを買いに来ております。ちょっと外の方は後で選びましょうか。ここよりかはおそらくプレゼントだったらちたまだとかの方がいいかなと思うんで、はい、これから入っていきたいと思います。もうあれですね、冬支度されてて外はほとんどないですね。はい、ということでドライプランツ今回も、はい、池田さんがおられますけど今回もお邪魔したいと思います。ドライプランツです。はい、入ります。おはようございます。ドライプランツ池田さんです。今回もよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回はプレゼントを買いに来まして、はい、登録者数が、はい、そうですね、ありがとうございます。動画の反響もいろいろいただいているようで、そうですね、良かったです。見てすごい、はい、ご来店していただいているお客様も多くて、はい、はい、ありがとうございます。はい、一応また年内の31まで営業されてますかね。あ、そうですね、31、ちょっと短縮営業になるんですけど、はい、で年始はもう2日から、はい、まあ、それもちょっと3時までの短縮営業なんですけど、空いてるんで。わかりました、はい、はい、1日が休みということで、そうですね、1日は休みですね。あ、わかりました、はい、それ以外で、そうですね、はい、また帰省されている方もぜひ足をお運びいただけたらと思います。はい、お待ちしてます。はい、ということで今回はまた何か新しいものが入ってたらですけど、そうですね、今回もあの、はい、まあ、下の歌で言ったメリクローの、はい、まあ、株とか、はい、まあ、上で言ったらあの冬型の前回あの、はい、動画の時に出てなかったような、はい、あ、はい、何か出てる感じですか。わかりました。はい、このやっぱ個体が強いやつとか、はい、ちょっと変わりだね、やっぱネームじゃなくて、はい、あの見た目が好きとか個体特性っぽいのが好きやっていう人もやっぱ増えてて、未消の分が売れてたりとかもするんで、はいはいはい、池田さんセレクトいけますか。いやいやいや、僕もそうやな。これやったらプレゼントで欲しいなっていうやつがあったら。ああ、なるほどですね、はい、オーナーから、はい、3株は店から出してあげてってことで、はい、ちょっと、そうなんですよ、以上、まあ、店舗から本当ですか、お使いくださいっていう。うわ、ありがとうございます、はい、ちょっとメリクローンの復元になるんですけど、はい、発音もしてるんで、はい、はー、すいません、ありがとうございます。でも大きくなったら、もうこれも同系とメリクローン、はい、こうなるんで。あ、こうなるんですね、はい、ほー、ありがとうございます。おー、この株はプレゼントでいただきました。ありがとうございます。あって、まあ、ちょっと有名になるんですけど、はい、はい、まあ、かっこいいかなと思うのと、はい、あとやっぱまあ人気で言ったら、まあ、ネームでも付いてますし、あのメリクロン株だったりとかもいいかなと思うので、はい、ほほほ、わかりました。どうしましょう。そうですよね。僕がかっこいいなと思うやつ全部あれ値段が違うってやつが多いですもん。そうですね、ちょっとね、やっぱ種類によってはっていうのがあったりするんだね。そうなんですよね、ゼロが1個隠れとったりするんで。こう、今
ほんで、それそこそこあって、はい、まあ、1万ちょっとぐらい。おー、これは何ですか。あと赤猫ですね。あー、赤猫いいですね。あ、僕は欲しいくらいですね。僕持ってないですよ。これどっちかというとゴリ猫っぽいんですか。そうですね、結構今も伸びずに結構丹波っぽく着てるん で、はい、で挙手もまあ出てきてるかなっていう、ね、印象があって、うん、悪い印象は受けないんで、はい、うん、一応入ってるのは赤猫で。あ、そうです、赤猫ですね。あ、いや、これまあ同じもんですもんね、赤猫もゴリ猫も。まあ、そうですね、はい、まあ、育て方次第っていうところもあるんかなと思いますし、はい、まあ、個体でっていうのもあると思うんですけど、はい、赤猫から選抜したのがゴリ猫みたいな感じですね。あ、まあ、そうですよね、教師も。もうこれゴリ猫って言ってくらいいいですよね。うわ、そうですね、強めのね、教師も言ってるんでね。そうですね、うん、いいですね。じゃあ、お願いします。あ、BB もいいですね。あ、そうですね、ここら辺とかもすごく綺麗なんで、はい、うん、こういうのとか BB もいっときますか。いいかなと思いますね。はい、うん、どうしよう、どっちの、どっちがいいですかね。とか大きさによるんですけど、はい、いい感じなのはこっちかなと思います。あ、そうですよね、うん、BB2 株、あ、2株いいですか。はい、お願いします。あります。姫とかも、まあ、人気はあるんですけど、はい、この下のタワーナンバーワンですか。あ、これはね、はい、ちょっとノーネーム、札落ちってわけじゃないんですけど、はい、まあ、品種というよりは、まあ、あの未生からの、はい、うん、なんかちょっと変わりだねっていう。あ、それでもかっこいいですね。はい、いいと思いますね、はい、色とかもすごい綺麗で。じゃあ、それお願いします。はい、はい、ですね、フィリグリ、あ、フィリグリあるんですね。そうですね、はあ、これも FO とかちょっとノーネームにはなるんですけど、ちょっと答え、うん、面白いような感じかな。おお、ね、そうですね、悩みますねこの名前が変わってるのちょっと僕はあんまり分からないんですか。姫原理、あ、姫原理、そうですね。これが一応胴切りの点目になるんで、はい、この下でも形かなり綺麗。ほう、株ですね。あ、いいですね。姫原理欲しい人おるんですかね。まあ、まだそうですね。それこそまだうちでも結構入りたてじゃないですけど、はい、まあ、初めて買いますとか、あ、そうなんですね、2株目3株目あ初め出しましたって方もおられて、やっぱその方にはやっぱ姫原理、はい、おすすめ。ちなみにこっちと姫原理はどっちがあれですか、その初心者におすすめですか。あ、やっぱ、まあ、姫原理の方が。あ、そうなんですね。まあ、一番最初に、まあ、みんなどっちみち持ちたがるのは姫源流かな。あ、まあ、かっこいいですもんね。うん、かっこいいですね、本当に。で、育ても安いしっていう感じですよね。そうですよね。姫源流はこことあそこですかね。こいつ、こいつと、はい、まあ、ここら辺も全部そうなんですけど。おー、あ、こちらで、はい、はい、ありがとうございます。この国家園、あ、これブラックファイヤーですね。あ、ブラックファイヤーですか。ブラックファイヤーも人気ですよね。そうですね、かっこいいと思いますね。それこそ、まあ、ボールじゃない、はい、結構ちょっとこうシュシュと大ぶりな感じではあるんですけど、うん、でもボールにならないんですね。人気は人気です、ね、ボール、あこのフィリグリーもかっこいいですねですね、結構ちっちゃいけども顔が。そうですね、もうこんだけプレゼントしたらだいぶですもんね。いや、そうですね、8もね、うん、そう、まあ、ここはいただきもんですけどいやいやいやちょっと一回上で掘り出し物があれば、あ、はい、ね、探させていただいて、はい、でこっちもちょっと検討したいんですよ。これもいいんですか、あのプレゼントで買わせていただいて。こっちがメリクローン の、はい、あの猫なんですけど。ああ、そうですね、そうですね、一応あのちょっと美白根って感じですね。あ、もうもう抜きないで送るんで。あ、抜きないで送る、はい、あ、わかりました、はい、大丈夫ですよね、抜きないやったら十分と思うんですね、はい、もう逆にそっちの方が安心っていう人もおるぐらいなんで。そうですよね、蜂のままじゃ傷つきますもんね、みたいな。あ、人もおるし。え、抜いてくれっていうお客さんはその発想があるんですか。あ、一応 DM をもらったら県外とか、まあ、送れるもん送れるもんがもちろんあるし、はい、あ、ね、送料ももちろんいただくことになるんで、 あれなんですけど、はい、まあ、インスタでこういう株ないですかとか、載せとったやつはこれいくらですかとかって、うん、で、まあ、一番多いは蜂かなと。ああ、そうなんですね、うん、まあ、蜂も欲しい人おられるんですね。蜂も多いですね、やっぱ集め出すとということで、
なるほど。あ、鉢も1個いっときますか。まだ可愛いですからね。これはあの、ホウガマさんですか。あ、そうです、ホウガマさんですね。へえ、上は別にですか。あ、上はね、ちょっとあの違うところ。あ、はい、そうですね。しがらき焼きの。おー、いいですね。一個ずつお願いしたいですね。どういうのがいいですか。まあ、やっぱ人気で言ったら、ちょっとこ豆鉢とかも人気なんですけど、はい、まあ、ここら辺とか人気ですし、はい、これはあの、ちょっとあの、のぼり窯、はい、特別なところで焼かれる。お限定っぽいような。相当高温で焼かれるところですよね。あ、そうですね。おー、限定なんですね。なんでまあちょっとその日に近いところ遠いところっていうんで色味がやっぱ若干違って。ああ、なるほど。はあ、面白いですね。やっぱあれですか、この形で言えばこれが1個しかないですけど。そうですね、これが人気なんですか。素材もあのこっちが陶器、こっち時期になる。ああ、この頃もちょっとあの素材違いであれば。ああ、悩みますね。僕は時期の方が好きなんですけど、具合がね、やっぱ釉薬とかの感じで変わってくるんで。そうですよね、面白いかなーっていう感じです。気になるのがその方がちょっと使いやすいし合わせやすいかな。おお、できれば愛媛のものを使っていただきたいですよね。そうそうそう。じゃあどれがいいですかね。そうだな、まあ、ちょっと植えやすい方がいいな。間口広くてやっぱ高さがあって、はい、っていうところで、まあ、土の上とか結構気にされる方も多いので。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあこれが渋いですもんね。そうですね、いい色してます、ね、この僕この釉薬が垂れてるところが好きなんですよね。あ、かっこいいですね。んで、じゃあこれ一つ、はい、いただいて、じゃこれもお願いします。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと上を見てきます。あ、はい。グラちゃんはちょっとまだうちにもあるんで。はい、ね、あ、ゆっくりはやっぱ変わってきてますね。ああ、これ、いやいや、なんか、まあ、結構季節今ブレとるっすけど、はい、まあ、それでもやっぱ見て買っていく人も結構多いので。あ、そうなんですね。まあ、気にせん人はやっぱ気にせんのかなっていうと。あ、まあ、環境があればいいですもんね。そうですね、やっぱり、ね、欲しいんでしょうね。グラはやっぱり下のためにやりよっても、ね、あ、なるほど。ここは1個欲しいっていう人が多いです、ね、それ使わせていただきますね。やっぱそうですね、アガベやりよっても1個は欲しいですもんね。グラちゃん1つは、はい、めっちゃいい形ですね。そうですね、本当まん丸であったりとか、やっぱ意味が一番皆さん判断される。ああ、そうですね。ああ、これ相当太りそうですね。そうですね、ブクブクですね。これもかっこいいですね。そうですね、髪がかって。おお、まだ、はい、皆さんこの動画見られてる方はグラちゃんありますんで、ちょっとプレゼントはできないですけど。ちょっとあれですね、ピュアカタフですよね、これ。あ、そうですね、はい、ピュアと、はい、タカ。あ、タカです。あ、ちょっと一個枯らしたんで、僕ちょっと検討したんですよ。デカリーを、デカリーは売れたんですか。あ、デカリーはね、ちょっともう葉っぱ落としたんで別のところに移動したんですよ。ちょっと良かったです、良かったです。もうなかったんで売れたのかなと思って、ちょっとドキッとする。そうですね、まあ売れたら仕方ないですけど。パキプスも結構並んでますね。そうですね、ちょっとい, やいいやすさですね、なんか。そうですね、どれもできるだけちょっと、はい、これ値段いいんですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。ああ、いや、めっちゃ安いですよ。もう未発根でこんくらいしますもんね、今。なんか、なんかあの高いところで買えば、はい、ですけど、そうですね、山取りじゃなくて、あの、なんですかね、もう現地発根株とか。そうですね、はい、まあ、自分で発根したいという気持ちもわからんでもないですけど。まあね、ちょっと、まあ、リスクもあるとは思うんで。そうですよね、1個は持っときたいですもんね、自分で発行したやつ。まあ、これ自分で発行させたんよっていうのを言いたいですもんね。そうですね。でも、もう飽きした方はぜひ。めっちゃ安いですよ、もうこれ普通に発行済みでこの値段買えないですもん。へえ。あ、ちょっと根差しとかも。そうですね、はい、今年うちであった未消を迎える時に取ったパワータンク。おお、そうなんですね。そう、
皆さん持たれてると思うんで、ちょっとパキプスはあーキッコール、これちょっといいっすね。そうですね、可愛らしい株、はい、これお願いします。はい、ございます。あ、ボンバックスもちょっと欲しい方がおられると思うんですよ。あ、そうなんですね。ちょっと2株いいですか。あ、もう全然、はい、ありがとうございます。あ、すいません、ちょっと買いあさってるようで。いえいえ、全然全然、まあ、意外となんかないですよね。なんかないんですよ。聞くけど売ってるかって言ったらっていうのがあるんで、はい、そうなんですよ、なかなかないですもんね。あ、取り捨てもいい形です。相当締まってますね。そうですね、はあ、このグラウカ、あ、グラウカも今年いろいろやったんですけど、はい、尺鉢で植えたら相当太るんですよ。いや、花と野菜で植えたら。あ、マジっすか。めっちゃ太りますよ。でかければでかいほどやっぱいいってことですか。はい、いいです。はい、本当ですね。キッコールもそうなんですよ。あ、はい、そうです。まだ動画上げてないですけど。やっぱ埋められるんですか。いや、埋めてないです。あ、埋めずに出した状態でも、はい、出した状態で、もう自然に出てきてる状態はそのまま置いとった方がいいですね。あ、そうなんですね、はい、めっちゃ太りましたよ、花と野菜だけで。ずっと外管理ですよ。あ、電管が水もやってる、はい、そうです。あ、でも水はもう気づいた時にしかやってないです。雨が降った時とか、あ、そんな感じで、はい、そうじゃないと多分ずっと湿りっぱなしになるんで、うん、そうですよね、あんまりなんかよろしくないようなイメージがある、はいはい、軒下でちょっとあの日に当たるところにつる伸ばして、で水をもうちょろちょろっと気づいた時にやるくらいでちょうどいいです。へー、はい、オリーブみたいな感じですね。あ、なるほど。相当取りました。2センチくらいは、あの二回りくらいは太りました、マジっすか、はい、1年で、はい、1年で、はい、やっぱ地植えっていうか、あの土が多いもんやなっていうのは思いますけどね。あ、やっぱそうなんだ。どこまでもやっぱ伸ばしたいというか、はい、あれやつはやっぱそうなんですね。そうですね、はい、まあ、動画上げてないですけど、はい、そう、面白いな。そうなんですよ。あ、これはあれですよね、何プランツっていうんですかね、アフリカ系のちょっと地域な感じのやつなんですけど、はいはい、かわいいですよね。かわいいですね。あ、いいっすね。どうしよう。ここら辺も欲しい人おるんですかね。これもう発送しても大丈夫なんですか。あ、まあ送ってもらう分は全然大丈夫だと思いますね。あ、そうですか。なんか抜けて枯れたりとかっていうのは、寒さとか、ね、まあ一応まあ今後だけしてもらえば大丈夫ですか。一応冬型の感じなん で、なんですね、問題ないかなと思いますね。ほうほうほう。問題だったらもう外で置いといてもらった方がいいぐらい。そうなんですね。一応まあ販売展示って感じなんで。あ、そういうことですか。もうあれなんですけど、ここら辺可愛いですね。そう、これ違う、あ、同じ、あ、違う種類ですね。ここ、あ、違う種類です、ね。ああ、うん、ちょっと初めてなんで。そうですね。はい。いやー、いいですね。どうしよう。ちょっとじゃあ、なんか見られてるかどうかわからないですよ。このこれが欲しいかっていう。ああ。まあ僕はもらわなかった、いらんという人がおったら僕は管理しますけど。そうですね。あ、これいいっすね。可愛いですよね。はい、これはこんな感じでまた伸びてくるんですか。伸びてくると思います。端数が僕らもちょっと置くのが初めてなんで。あ、そうなんですね。っていうのがちょっとまだうまく見られてないんですけど、まあ、葉っぱとかはね、やっぱあの光がやっぱ強ければ多分丸々って、はい、あ、そうなんですね、より来るかなというところで、やけんこそ多分外の方が。あ、そうですね、なと思います。やっぱ寒さはそんな、霜とか当てたらよくはないですよね。うん、あ、そうですね、凍るとちょっと怖いですけど、まあ、そもそも日向の軒下とかだったら問題ないんやな。あ、そうなんですね。じゃあちょっと欲しい方がおられるか新しく発掘したいんで、これもお願いします。はい、ございます。はい、ということで、ちょっと買いすぎた気もするんで、そろそろ下におります。パンパンに、ね。ちょっとお会計が怖いですけど。ちょっとここら辺で最後選びたいんで。好きな人好きかな、はい、ね、ハデスもいいっすね。まあそうですよね。サイズ感がね、今回取れたのがあれやったんで、はい、あ、すっすっ誰かが撮ったら朝からそうで す、 うです、お邪魔します。あ、YouTube を YouTube です。うえ、映るかな俺。いいんすか。あ、いいんすか。こちらから。あ、やばいっすよ、それやばいっすよ。いいんすか、出ますか。いや、こういう愉快な
ショップさんもいますよっていうことで。そう、愉快だね。愉快だね。そこそこ知らない人が横にいますよ。いや、知らないですか、あんまり。まだ映りたい人間なんで。ああ、はい、映りますか。じゃあ、いいっすよ、はい、ネタとして。もうそこだけだったら分からんっすよ。今使います。はい、じゃあ、そうですね。シーザーとかだったら、8分ぐらいなんで、ね、はあ、シーズは僕が欲しいくらいなんですよね。あ、なるほどですね。この一番大きいので、あ、はい、あります。シーザー、点目がいいですね。点目というか、これ書きこですよね。点目ですね。あ、点目ですか。点目ですか。点目ですか。ビジネスの全部点目ですね。はあ、やっぱ形きですよ、ね、そうですね。やっぱうちもよう売れるというね。あ、白毛、あ、白毛欲しいですね。大きいですよね。はい、ちょっと2つ自分ので欲しいくらいなんですけど、ちょっともうお会計動いて。そうですね。じゃあ今回はこれで、はい、お願いします。はい。はい、うわ、ここもいいっすね。もう梱包はざっとで。あ、大丈夫です。はい、はい、後でまた撮影しますから。あ、はい、はい。一応こんなんが商品の、あの、あ、商品というか、なんかラインナップがあるよっていう。入れとったらいい、ね。そうそうそう、はい、全然、はい。ありがとうございます。こちらの刻芸は、刻芸じゃないっぽく見えるんですけど、ドライさんが育てられたやつがこちらになるんで、間違いなく国芸かなっていうのは、はい、ありますんで、ご安心ください。で、成長して展開していくとこんな感じで。